満州国時代の武人炭鉱武順襲撃事件とは、1932年9月15日に起きた満州国武順氏の武人炭鉱における、非属暮れないやり回費による、放火、日本人殺人事件、洋柏保事件、武順炭鉱襲撃事件とも呼称される。日満議定書締結式1932年9月15日、日満議定書が締結され、日本国は、 満州国を承認した。締結日の出業から16日未明にかけて十やり、立ちで武装した貴族の大軍が、武順炭鉱の八歌師和東郷、東が、岡などの最短所を襲撃、施設に火を放ち、日本人5人が殺害された。事件では、貴族が、八歌師和最短所の武順委員看護主浜口智七郎や、留邦最短所職員の家族、 土田新一郎は、銃声とともに、貴族の、やあ、やあ、ほいほい、ほいほいなどの叫び声を聞いている。炭鉱事務所や社宅は貴族によって焼き払われた。殺害された犠牲者は目をくり抜かれ、耳、鼻をそぎ落とされていたため、本人確認が困難であった。リコーラン9月16日、武準守備隊が反撃を行い、ゲリラに関わるとされる住民を多数殺害した。 なお、この事件では、リコーランの父に追敵の権威がかけられ、これを契機に、リコーラン一家は、法典に移住することになった。言葉んくくれないやりかい AB カズラハラと、負けてたまるか、うずもれた、小さな昭和史文芸者、2002年、18ページ。ISBN4 億8355万 4773X ハット ABC。 反日プロパガンダに使われる、平常や魔事件の真実語られぬ後日ゲリラの武順、炭鉱襲撃。産経新聞、B2、http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ150913スラッシュ prm1509130026-n2.html、かつらはらまこ、負けてたまるか、うつもれた。 小さな昭和史文芸者、2002年、19ページ。ISBN 4億8355万 4773X ハット AB リコーラン略年譜テレビ、東京、桂原誠、負けてたまるか、渦漏れた、小さな昭和史文芸者、2002年、18から19ページ。 ISBN 4億8355万 4773X ハット ABC 反日プロパガンダに使われる平常や魔事件の真実語られぬ後日ゲリラの武順炭鉱襲撃産経新聞 p4、http コロンスラッシュスラッシュ w w w s e n k e i c o m スラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ150913スラッシュ prm150913026-n4 と html ハート。半日プロパガンダに使われる、平朝山事件の真実語られぬ後日ゲリラの部順、炭鉱襲撃。産経新聞。 p3、http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ150913スラッシュ prm1509130026-n3.html 山口敏子藤原チワ著私の反省23から29ページ。ありがとうございます。